ほら、ここ暑いね。いいの、ここが。はい、おはようございます。おはようございます。完全に寝る場所を奪われました。見て見て、二人でこんな、なんですよ。君たちも仲いいね。この間に入ったら気持ちよさそうだけど逃げるね。いかがに。ポンちゃん。ポンちゃんもう出て行かないで。ジャン君止めに行ってくれてありがとう。はい、ポンちゃんおいで。暑いから。ポンちゃん。ポンちゃんおいで。はい、ジャンクもおいで。おいで、おいで。おいで。ポンちゃん。そんなにあっち行きたいの？そうなの。いいけどさ。あんまり暑かったら戻っておいでよ。ジャンクもちょっと行ってくれば。外の風浴びられるよ。いいよ。どうぞ。来た。パンチはどこ行った？もう遠くまで行ってるかな。あ、行った行った。ほら、ここ暑いね。いいの、ここが。そんなのがいいの。はい、すぐ戻ってきてね。チャラーン。お届け物でーす。お届け物です。ありがとうございます。はい、かわいいにゃんこ。もうなんか美味しそうなこれが見えちゃってるから先これ出しちゃおう。立派な、はい、立派な梨だね。なんていうのこれ、豊水かな。そうかな。石川県産豊水梨、豊水かもしれませんが、ね、いただきます。冷やして食べます。うん、梨は食べる1時間前だっけな、うん、なんかに冷やすといいってなんかテレビで言ってたけど、それまでは常温ね。常温かな。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてシルベーヌ、シルベーヌ、懐かしいあのケーキの名前。チョコの周りがチョコで中がなんかクッション、ケーキみたいな。これはすぐ開けます。すぐかい。ありがとう。ハロウィンの柄だよ。ほんまや。そしてこれは何でしょう。東京、東京、わからない、読めない。東京、うん、読めない見えない。ちょっと開けちゃおう、開けちゃおう。あ、文明堂って書いてあるよ。文明堂、カステラ。へえ。懐かしい。久しぶりの。すごいね、久しぶりだよね。カステラだったらね。あれ違うかな。カステラって決めつけちゃったけど。文明堂って言ったらカステラって思っちゃう。古い？でも文明堂と言ったらカステラだよね。あのクマみたいな猫みたいな。よし、開けまーす。よいしょ。いたはい、カステラではございませんでした。あ、本当だ、バームクーヘン決めつけでした。バームクーヘン、ありがとう。ありがとうございます。なんか2段になってるね。バームクーヘン、この太いところの 外輪と内側に細いの。これね、1枚ずつ剥がして食べるのが好きなんだよね。そうなんだ。だからもうちまちま食うやつ。私は牛乳と一緒に食べるのが好き。それはあんまりやったことないけど、
美味しいかも。あ、ちょっと白岩さん牛乳ダメだもんね。はい、どうもありがとうございます。なんかたっぷりいただきました。ごちそうさま。あっちゃん。